本日はですね、こちらプレイテックのストラトキャスターをちょっと深掘りしてみようと思いまして動画を撮っております。先日ですね、カエルたちとの、一緒に撮った動画でですね、このプレイテックのストラトキャスタータイプと、あとここにあるんですけれども、フェンダー54年のストラトキャスター、ヴィンテージのストラトですね、これの、聞き比べっていうか聞きストラトみたいなのをやりましてですね、ちょっとね悔しかったんですけども、個人的にはで、あの動画クイズ形式だったわけで、なんか細かく弾き比べみたいな形じゃなかったので、ちなみに LINE で撮ったらしいんですよ。なので今日はアンプで早速やっていこうと思います。弾く前にちょっと軽く仕様を見ていこうかなと思うんですけれども、メイプルネックタイプかな、本体はですねホワイトウッドということで、アルダーとかアッシュとかではなくて、はい、ホワイトウッドだそうです。ヘッドの方から見ていくと、なんかね、あ、こういうペグなんだみたいな、ちょっとあんまり見慣れない形のペグだったりで、結構こうサラサラタッチのネックになっておりますね。ナットもどうだろうね、お値段がねそんなに高くないんであれですけれども、なんかちょいビビリ感は。でフレットのね、このバリっていうのかな、このフレットってこう金属があるじゃないですか、これがこう外に飛び出していて、こう引くとちょっと手にグサグサグサって当たったり、最悪手がね切れて怪我しちゃったみたいなことがあるんですけども、あのバリはねそんな全然なくて、これから冬がやってくるともうちょっと目立ってくるのか分かんないんですけども、買い立てとしてはそんなに大丈夫そうですね。ピックアップは3シングルになっていて、ブリッジもねそんな高級なやつでは当然ないですよね。でノブは割と普通で、あのこのねピックアップセレクターがね結構硬くてこうストラトとかこう引いてこうカチャってこう、なんか僕指1本とかでやったりするんですけど、1本だとねかなり弾かれるっていうか硬いですね。で生音ちょっとさっきも鳴らしましたけども、この1万円以下のギター特有のちょっとなんかねスカッとした感じの音がするんですよね。ちょっとここで持ち帰ってみますね。はい、ちょっと今日両極端で両極端で申し訳ないんですけども、やっぱ違いますね。やっぱねエレキギターですから、アンプにつながないと、あのこれなんか結構あれですね、角度が急っていうか、普通も今ちょっと刺そうとして狙った角度で刺されなかったんですけど、これ結構急ですね。しかもね硬い。これはね硬いぞ。さあ楽しみですね。自分でちゃんと弾くの初めてなんでね。よっ、いきます。センターピックアップ、なるほどね。ちょっとリアいきましょうか。あ、これさっきの、あのアンプ通してなかった時のこの本体の鳴りが結構近いですね。フロントで、これ聞き比べの時もこんな音してた。あのこれねあのカエルたちのね、あの聞き当ての動画ね、あれ結構ね動画としては面白いと思うので、まだねあのご覧になってない方いらっしゃったら、あのぜひぜひあのチェックしてみてください。いやでもこうやってね別環境で聞くと面白いですね。ちょっと持ち帰っていいですか。はい、でさっきと同じフロントから逆にいきますね。フロントちゃう、全然ちゃうやん。これフロントっすよさっきのフロントとね、やっぱりおーい、カエルたちもうちょっと分かりやすくやってくれよ、全然ちゃうやんみたいなね、なんかあの前の動画のコメントにね、一緒じゃないですかみたいなコメントも、いやでもそのコメントごもっともだと思うんだけど、僕はねやっぱこんくらい差があると思ってたんで、やっぱ違いますよねあ、センター、あ、リアか、リア行きましょう。別物。
センター。ああ、いやこれね、違いますよ、やっぱり。違う、うん、8000円ぐらいでこの楽器が買えてっていうのはもうそれ自体がまずすごいことなので、うん、それはすごいと思う、まあ、その値段で楽器がねたくさんの人に届くというのはこれは本当にすごいかなと。はい、オーバードライブつないでみました。どうでしょう、行ってみましょう。感じか。やっぱこれノイズ多いっすね。今聞こえます、これ。これに騙されたんだわな。前のね、動画では細かく、比較できませんでしたので、今日はちょっといつもの環境でこの、アンプを使ってね実際に聞き比べるっていうのをやってみましたけども、いかがでしたでしょうか。今回の比較がね、なんか皆さんにもちょっとでもなんかの参考になったりきっかけになれば嬉しいなと思います。決して全然ダメだわみたいな感じなものではございませんので、楽器としてなんだろう、長くずっと付き合っていくためにはなんかもうちょっとじっくり選ぶというようなこともいいのかなと思いましたので、ぜひぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。チャンネル登録高評価もめちゃめちゃお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。そして今回の件についてなんかいろいろコメントも随時見てますので、ぜひぜひ気軽に書いてってください。それじゃあまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。